皆さんこんにちは、岡です。今回は奄美大島に飛行機で向かいます。去年の今頃も奄美大島に行ってます。なので1年ぶりの奄美大島ですね。毎年これぐらいの時期なので飛行機代がやったら安いんですね。だいたい4000円前後、去年なんか3000円台で行きましたね。はい、で今回は車中泊はせずに魚付きだけします。10月だったんですが、海はまだ全然暖かくてですね、26度前後だったような気がします。試していきたいと思います。では行ってみます。では海に入っていきたいと思います。去年最初に泳いで一番最後に泳いだ場所と同じところですね。今回も同じ場所から潜っていきます。名前が確かヤビシ浜という浜だったかな。かなり西側の端っこにある海ですね。でこれかなり奥の方まで行って、来たところですね。透明度がかなり高いのがわかると思います。いつ来ても透明度高いですね。ここね、瀬戸なので流れがあるんだと思いますが、でも透明度は高かったです。でさらに深いところに来ました。根があるところなんですが、この根が、ね、やたら大きいんですね。で、まあ、ちょっと外湾に出てる感じでもあるので、多少流れはあるんですね。なので、魚の潮当たりもいいので魚も居やすいかなと思いますが、でもこの時はあまり魚いなかったですね、この場所には。亀とかね、いたりしますね。でこの地形を見るのが僕は結構好きで、地形を見るとそれでぼーっと眺めてたりとよくしますね。透明度が高いので根の全体が見えるので非常に見やすいですね。見やすいし迫力があります。でサンゴも綺麗ですしね。はい、でまた別のポイントまで泳いできてます。その先まで来てますね。ここはサンゴの割れ目がいっぱいあるところですね。深さもあって、でサンゴがあるとやっぱりお魚の隠れ家がたくさんあるので非常に魚が住み着きやすいというか隠れやすい場所ですね。こういう大規模なサンゴも見応えがあります。大体こういう根とかサンゴがいっぱいいるところに魚がいるので、こういう地形を探してそこで魚を探すっていうパターンが多いですね。はい、で今穴の中にね魚がいるかどうか覗こうと思って潜っています。その方にね、もうすでにマダラハタがいるのがね、見えてますね。真ん中あたりです。はい。ちょっと今、岩の穴の中に入っちゃいました。それをまた狙っていきます。はい、着きました。マダラハタです。穴の中に入ると、魚ってのはどうもこう油断するようで、着きやすくなりますね。穴の中にいないとさーっと逃げちゃうんですけど、穴の中にいると、近くにいるってことは分かっててもじっとしてることが多いですね。だから穴の中探すと割とつきやすいです。はい、マダラハタつけました。透明度が高いですね。ここで水深13メーターか15メーターぐらいですね、おそらく。で今ちょっとレンズの関係で赤くなってますが、色は黄色いですね。黄色と黒の魚です。マダラハタですね。一人で食べるには十分な大きさです。あんまり大きいとね、この食べるの大変なんですね。何人もいるわけではないので、ね、メンバーがね何人かいたらこう分けて食べたりとかできるんですけど、まあ、宿の人にいかがですかって言ってあげたりもできるんですけど、迷惑になってもいけないのでね、あんまりあげすぎて、なるべく自分が食べれる分だけ取るようにしています。
漁師とかになるとね、取ったらそれを売ったりできるので、いる分全部つけるんですけども、やっぱり一人で魚釣り行くときは自分で食べられる分を取るっていうのは結構基本として意識していますね。はい、今これはあれですかね、締め作業じゃないな、森先を外してたんですね。はい、で別のところに来ました。この辺は去年が巨大魚のローニンアジがねいたところですね。ローニンアジ初めて行った時にいきなりローニンアジがこの狭間に泳いでたからびっくりしましたけどね。で最終日行ってもいたので、また行ったらいるんじゃないかなと思って探しに行ったんですが、この時はいませんでした。やっぱりずっといるわけじゃないですね。他の人に捕らえたかもしれないし、傷ついて死んだかもしれないし、食べられたかもしれないし、わかんないですけどね。単純に住処を変えたのかもしれないし、その時いなかったかもしれないです。でここに海中洞窟というかサンゴの下にね大きな穴があったんですね。これちょっとカメラで動画で分かりにくいかもしれないですが、ものすごく大きいですね。水深は12、3メートルぐらいかな、14メートルぐらいで、広さが、ね、横に広くってですね、でこの日曇ってたのでね、曇ってて穴の中見るともう本当に真っ暗なんですね。中見えないです。この時懐中電灯も持ってたので照らしたりしたんですが、それでもやっぱり中まで照らしきれなかったですね。それぐらい大きかったです。でこういう穴の中に魚がいたりとかする場合もあるんですけども、結構あるんですけど、さすがにちょっとね暗くて深いので中入っていく勇気は出なかったですね、この時。でちょうど上のところに割れ目ができてたので、その割れ目を見ながら下に魚いないかなって言って探しています。で魚いたらこの割れ目から入っていくっていう手もあるんですけども、ちょっとね間が狭いので引っかかっちゃったりすると上がってこれなかったりとか、ロープが絡んじゃって危険になったりする可能性があったので、この時はやめました。こういう地形を見てるだけでもね結構楽しいんですよね。サンゴ礁の下にはこういったこの洞窟状のなんていうか空洞がね結構ありますね、どこ行っても。はい、で今赤旗を見つけたので赤旗を月に潜っています。でちょっと見えにくいですかね、真ん中ら辺の穴の中にちょっと白い線みたいなのがある、これ赤旗の尻尾なんですけど、これを突こうとしています。はい、外しました。外して今ね下の方にこう今泳いでるこの白い魚が赤旗です。で別の穴に入ったので、その穴にまたね、覗いてまだいるかなって言って探しています。するとですね、赤旗ではないまた別の何かが穴の奥でヒラヒラしているのが見えました。でこれはもしやと思ってつきました。そしたら案の定、これはねスミイカ、コウイカと思いますね。コウイカの方がメジャーですかね。スミイカすごいですよね、この炭の量、とんでもない量でした。これ今ね前進しながら撮ってるんですね。止まるとねもう目の前が真っ暗になります。それぐらい凄まじい炭の量を吐き続けてるんです。この後ちょっと後ろ振り返るんですけど、その時にね炭の量全体量が少し見えると思いますが、すごい量ですね本当に。で結構これでかいんですね。手のひらには収まりきらない。今後ろ見ましたね、こんな感じです。すごいでしょ、真っ暗になります。重さにすると2キロぐらいだと思います。この時ちょっと測り持ってなかったので重り測れなかったですが、2キロから3キロぐらいのねかなり大きなイカでしたね。はい、手で収まりきらないですね。僕の手2つ分か3つ分4つ分ぐらいあるかもしれないですね。うん、これ3つ分ぐらいかな。でこのイカスミがですね結構血液と似たような成分でサメとかを呼ぶんですよね。結構イカは魚とかこの辺も鉱物なので、イカがいるってなるとね結構いろんな生き物が集まってきますので、ちょっと怖かったです。もう炭吐いて今じっとしてますけど、あと真っ暗ですね目の前がね。またちょっと動いて濁りを取って処理してます。で今もどうにもこう炭がどうしようもないので、目と目の間の眉間を目串で刺してこう締めようとしています。締めるってのはもう完全に息の根を止めるってことですね。そうすれば
この炭も吐かないでジタバタしたらしないでくれるだろうと。あんまり動いちゃったり炭吐かれちゃうとね、またいろんな他の生き物が寄ってくるので、サメとかそういうのがちょっと怖いと思ったのでさっさと閉めました。でイカの足が取れちゃったんですね。このイカの足捨てるのももったいないのでこのまま食べちゃいました。ちょうどお腹も空いてたので。そしたら美味しかったですね。甘かった、めちゃくちゃ甘かったです。これでこの時点でね、あ、これはコウイカなんだってね、気づきましたね。最初、コブシミ、クブシミ、この辺の名前は知ってたんですけども、コウイカ僕は好きで、よくスーパーで買って食べてたんですが、本当に甘くて美味しいんですよね。で、このコウイカを取りたいなと思ってて、で、最初見たとき、これがコウイカだって気づかなくて、コブシミ、クブシミあたりかなと思ったんですけど、食べて味を知ったときに、あ、これはコウイカだ、コウイカとクブシミ、コブシミは同じなんだって、その後いろいろネットで調べて分かりましたね。コウイカ、スミイカ、コブシミ、クブシミ、全部同じです。いやー、でも美味しかった。本当に美味しかった。もう命って感じでしたね。なんていうか、体に染み渡ってって、体にそのまま変換されていくのが分かりました。やっぱ素潜り、魚釣りするとお腹も空きますからね。結構この時点で2時間ぐらい連続で泳いでるので、そうなると、どうしてもね、お腹空いちゃうんですね。なるべくお腹空いた状態で海に入ります。あんまりお腹いっぱいだと、この気持ち悪くて苦しくなっちゃうしね。うまく潜れないので。はい、サメが来ました。サメがやってきました。眠りブカというね、安全な方のサメなんですが、それでもね、怖いですね。結構大きかったです。2メーターは完全に超えてたサメでしたね。で、ちょうどこっち向かってきたので、もうこちらから潜って、迎え撃ってやりました。で、人間にはね、なかなか噛みつかないですね。で、その人間を怖がるので、追い払ってる、潜って追い払ってるっていうのがあるんですけども。一回このサメに獲物をぶら下げてるやつをその食われたことがあるので、食われてはたまらんということで追い払ってます。はい、でまた今度ね、ウミヘビがいましたね。ウミヘビはイカ食べないのかな、食べるのかな。ウミヘビがちょっと何食べるのかよくわかんないですけど、目の前にフッといたらね、ヘビがいたらびっくりしましたね。でなんかいろんな生き物がイカを狙っているように僕にはこの時思えました。なのでもうあんまり寄り道せずにそそくさと帰るようにしました。はい、撃ってきました。コウイカとマタラハタを取りました。全然十分ですね。これは1日じゃ食べきれないぐらい、2日ぐらいかかるかもしれないです。イカはね、結局3日か4日ぐらいかけて食べたんですけどね。この後、お刺身はもちろんすぐしたんですが、フライと、であとアヒージョと、いろんな料理にして食べてます。はい、それも後で出てくるので、よかったら見てください。はい、でこれさばく時間がね、結構僕は好きですね。キッチンでやるとね、もう鱗とかこの内臓ですごくね大変なんですね。後片付けが結構汚れちゃいます。なので海辺でもう下処理は全部して鱗も取ってから持って帰ります。イカはですね、内臓も美味しいのでこのまま持って帰ります。内臓処理もしないし、鱗はついてないのでね、このまま持って帰ります。はい、で帰ってきました。で今日はイカをね、まず食べたいと思います。イカの皮をハサミで剥いています。包丁でやってもいいんですけど、ハサミの方がね、やっぱ細かい作業とかしやすいので、イカなんかをさばくときはハサミの方がもしかしたらいいかもしれないです。でこれ甲羅ですね。コウイカの甲って甲羅のことですね。でこれオウムの餌とかにしてするらしいですけど、なんかオウム飼ってる人はなんかオウムがこれに張り付いてますよね。でそれつっついたりしてますね。はい、でイカひっくり返します。で今度は身と内臓を切り離していくんですけども、ちょっと薄い膜があって、それも切り離します。でハサミで切り離しています。はい、で今イカの体と足、内臓と切り離しました。でまずこの身の方を一回水で洗ってます。あんまり水につけっぱなしにすると、この水をイカが吸ってしまってですね、味が薄くなるというふうに言われてますので、あんまり水は吸わせないようにさらっとやります。で今この皮を剥いてますね。
水戸からの水戸の川の間に手を突っ込んで、で向いています。これ一番下のところにこう川の取り切れない部分があるので、これをハサミで切ります。そうするとまだね、薄皮がまだちょっとついてるんですね。でこの薄皮を取り切らないとやっぱり歯に絡まると、あまり美味しく、まあ美味しい皮は別に美味しくもなんともないのでね、皮は取っちゃいます。でまだ取り切れない薄皮があるので、それもタオルに巻きながら取ると取りやすいです。結構手間かかりますね、この辺までね、慣れてないとそんなに皮を取るのかっていう感じなんですけど、まあ、この辺の下処理ちゃんとやってた方がいいかは、まあ、悪いかもそうですけど、皮、薄皮もきれいに取っといた方が歯に絡まらなくて美味しいです。でこのまな板にビニールというかサランラップかけたのはイカの墨です。まな板を汚さないためですね。イカ墨がまな板についちゃうとね、取れないんですね、全然ね。取り切った後のイカの体きれいですね。真っ白でツルツルです。でここまで真っ白にできたらいいですね。イカ墨がちょっとでもつくとですね、この身がねすでに真っ白にならないですね。ここまで気をつけてやらないと真っ白にはならないです。はい、で今イカのお刺身を作っています。イカそうめんみたいな感じで作ってます。はい、でね、一気に食べるのもったいないので、切り分けて冷凍庫に入れておきます。冷蔵庫じゃなくて冷凍庫っていうのはね、冷凍庫に入れといた方が、甘みが増すというふうに言われてますね。あとそのアニサキスという腹の腸の壁を食い破るですね、やられると非常に腹が痛くなる寄生虫がいることがあるんですが、でそれが冷凍して24時間経つと、死滅するというふうに言われてます。なので、まあ、冷凍した方が安全は安全ですね。まあ、それでも僕は我慢できしきれないので食べちゃいますけどね。アニサキスも見れば分かりました、これがアニサキスだっていう。イカの身であれば透明であるはずの部分が白くなってたりとか、であとその線ミミズのちっちゃいのが見えたりします。はい、でイカの足の先っぽ、ここにはね吸盤がついていて雑菌があるので捨てちゃいます。はい、で今度このイカ墨の墨袋を切ろうとして切り取ろうとしてますね。これもきれいに取らないと、イカ墨が破れるとまたまな板汚しちゃいますので、で今ラップ外しちゃってますからね、ラップは本当外さない方が良かったんですけど、ちょっとね外しちゃいましたね。で今内臓とまとめて取れました。で内臓の中にこういろいろ腸とか胃とか入ってますけども、よくわかんないのもねいくつかありましたね。だからそんなにどれがどれってはっきりわかんなかった。あ、イカスミがこぼれちゃいました。はい、これをやりたくなかったんですけどね、やっちゃいました。はい、でこの後タオルで拭いて、ねじるように拭いて、これ広げない方がいいですね、横とかにはねじったり上からタン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 叩くぐらいにして、やっぱり落ちなかったですね。はい、こうなりました。はい、で今度肝臓、肝を取ろうとしてますね。肝はね、まあ、イカの塩辛にするっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思いますが、肝をねそのままアヒージョじゃなくて焼き物ですね、焼き物、イカの足とかを焼いて、そこにこのイカ墨じゃない肝臓を入れて醤油とネギで焼くっていうのも非常に美味しいですね。なので肝はね捨てちゃダメですね、これ非常に美味しいので取っときます。でこの肝の横側にね、肝炊き肉という、まあ、イカの身があるんですけども、この肝を抱いてる部分の肉はね、イカの中で一番美味しいと言われてます。なのでこれはもうこれでね、今日食べます。一番新鮮で美味しいな時にね食べちゃいますので、肝とこのイカの横の肝抱き肉、これを今ね取ろうとしてます。はい、肝取れました。で肝はねすぐに今日はちょっと食べないで、お皿に入れて冷蔵庫に入れときます。ラップで包んでね。はい、今度肝炊き肉を、切り取ってますね。はい、これが美味しいんですよ。一つのイカからね、本当にもう 2,3 切れしか取れない非常に貴重な部位です。これを今日はまずは食べますね。であと足の部分はこう小分けにして、アヒージョにしたりフライにしたり、いろんな料理ができるんで、一口分ずつまとめて冷蔵庫にビニールで入れてます。はい、完成です。左からイカ刺し、イカの炊き肉で、右側が炙りですね。まずお刺身からいただきます。さあどうでしょう、いただきます。はい、出
しいんですよね。もう本当にとろけるような味ですね。はい、で次が炙り肉かな。炙り肉をいっていきたいと思います。これもバーナーで炙っただけです。まあ生のスルメイカみたいなのですね、焼いて食べる。でこの味はですね、香ばしかったですね。やっぱりね、焼いてるのでイカの匂いがツーンと抜けて、でやっぱり味も少し、ね、甘くなったような気がしました。はい、やっぱり甘いですね。で次です。次最後の肝炊き肉、これですよ。これがね、もう楽しみですね。はい、これを食べてみたいと思います。はい、あーこれ絶対美味しいんですよ。いただきます。はい、じわっと肉汁が出てきてね、他の部分とねちょっと違うんですよ、やっぱりね。味もこさらに濃いし、で歯ごたえがねまたコリコリしててですね、美味しいんですよ、この部分は。この部分はスーパーで売ってないんですよね。というわけだから、スーパーで売ってるイカの身と、であとその足だけじゃないですか。一番美味しいこの部分ね売ってないんですよ。自分で取るしかないです。ハイボールも、非常に美味しかったです。いやー、でもこの身の部分、この肝炊き肉やっぱり最高でしたね。肝炊き肉の中にもね、また上と下がなんかね、いろんな食感がありましたね。今最後に食べたらもちもちしてました。はい、でごちそうさまでした。非常に美味しかったです。はい、次回予告になります。次は、かけろま島に向かいます。かけろま島反対側ですね、瀬戸内挟んで奄美大島の反対側にある、西側にある島です。この島ですね、かけろま島。人口はですね1300人、非常に小さな島です。小さなって言ってもね、車で走ると結構広いですからね。上から下まで行くともうなんか半日とか経っちゃいますね。透明度はまた奄美大島よりさらに透明度が良かったですね。非常に透明でした。この魚たちがすごいですね。これ銀河メジですけど、こんな光景ね、なかなか見れないですよ。これはもう柿の島の中で、海の中で見れました。はい、海流船がですね、なんと小笠原の徳徳五の間から流れてきた軽石でですね、止まっちゃったっていうことでね、帰れなくなりそうになりましたね。どうなるか乞うご期待でございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回またお会いしましょう。では See you next movie。